天才ピアニストの深夜おでん。どうも皆さんこんばんは。天才ピアニストの竹内です。マスミです。よし、水間に合いました。間に合いました、セーフ。ブラッシュアップライフみたいにね、はい、こうなんか自分がこう死んで生まれ変わるという時に、うん、はい、まあ、次人間なんですけども、うん、何人がよろしいって聞かれたとするやん。はあ。で、日本はあかんよ、2回目はそんなん。同じ国は無理。うん。ずるいから、言うて、うん。って言われたらさ、どうする？日本は無理だと言われたその時？まあ、日本がいいね、正直。まあな。うん。もう食事のこととか考えても、うん。絶対日本がいいねんけど。日本がいいねんけど、あかんよって言われた時に、ほな、うわ、ちょっと待ってくださいって言われる。ちょっと、ちょっと待ってくださいねってなるやん。うん。いやー。結構悩まん、これ。結構悩むな。ほんで結局、韓国とかにしてましたよね。私は今、アメリカと韓国で迷ってて。いや、アメリカ嫌やん。怖いやん。いや、まあ確かにね。アメリカのどこに、ポイントされるかわからへん。な？確かに。アメリカ人でって言って。広いもんな。うん、広い。怖い。いや、でもそのアメリカのオープンな感じというか、フレンドリーな感じとか、ダンスパーティーやる感じとか、いや、それは絶妙やけど、それは絶妙なんかいもんや。なんかこう言いたいことを日本人とかは、はい、相手のことを思ってとか言わんとこうとか、うんうんうん、いいことも悪いことも、はいはいはい、確かに照れとか、うん、そういうのがあんまりないやんか、うん、いいことも悪いこともこう自然にナチュラルに言うというか、はい、思いを伝えるのが上手。愛情表現とかもね、うん、うん、確かに。そういうのはすごく素敵やなと思うから、うんうんうん、そういう精神、うん。でもすっげえ嫌なことを直接言われる可能性もある。そうやね。それはある。せやろ。タルトでも焼いてな。家に帰ってよ、みたいな。チェリーパイでも頭からかぶってな。いや、言いすぎやろ。誰やねん、それ、ケツなやつ。で、やっぱタンクトップとスパッツでやるみたいな。あー、それでやらせてもらえるもんな。ほんで、ローラースケート。確かに、それは日本でやったら、ちょっと待って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 ってなるけど、うん、アメリカでやらせてもらったら、別に。しようってなるやろ。全然、そうそうそう。日本やったらさ、あれよって捕まれるけどさ、うん、アメリカやったらまあまあ、あるあるというか。そうそうそう。うん、で、アメリカはアメリカでも、うん、またハワイとかそんなんやったらまたちゃうやろな、とか思うな。ハワイええな。でも、やっぱ、こういう日本のギチギチにこう仕事を詰められる世界というか、うんうんうん、の中でたまにハワイに行くから、うん、ゆったりとした流れとか、うん、なんか空気感がいいなと思うだけで、うんうんうん、ずっとハワイに寄ったら、果たしてどうなるのかと思う。もう海も見飽きたわみたいなことになってくるか。そう、確かに。それはもうええわ、潜れもええわって、レイスはリンボーダンス見飽きたー言うて、いろんなことが言えない。飲むけどみたいな。飲む側なんもんね。バリ雇われてるやん。ハイヤーダンサー、ハイヤーダンサーとして。うわー、見事やりそう。マスミのファイヤーダンスは人集まんで。ファイヤーダンス清水。あ、ええ清水続行。日系で2世みたいな。はい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 、あるけど。それでね、まあ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 、その全く違うという点では楽しいし、うん、別に生まれてその環境で育ってたら、うん、言ったら私らが食事合わへんとか言ってんのも別にまあまあ大丈夫、うん、バーガーが一番うまいというか、その結局その感性というか味、うん、口にもなるしな、うんうんうん、なるからね。そやな。だから欧米諸国、欧米というかその何、フランスとか、うんうんうん、っていうのは何、欧米、はい、ヨーロッパ系ね。ヨーロッパ、うん、ヨーロッパ系のことはあんまり知らんから、ドイツとか良さも悪さも、うん、そこがなあんまり分からんからさ言われへんわ。雄大な方は、そのオーストラリアとか、あ、はいはいはい、モンゴルとか、この自然ですみたいな、いや、モンゴルええで結構。いや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 、ええやん。いらんって、何すんのよ馬のって。何、いやいや、駆け抜けんねん草原は。ヤギの乳搾りとか行かなあかんしさ。いや、行かなあかんっていうか、そのもう無理なってんねんで、ね、モンゴル人で生まれてるから、はいはい、はいはい、もう顔洗ってるぐらいの感じで、このはいはいって寝ぼけながら行く。パオかなんか知らんけどさ。何パオやったっけ、住むとこ。うん、大変。ゲルじゃん。ゲルか、パオってなんか包んでこんねえ、なんか分からんけど。ゲルか、うん、ちょっともうここ気に入ってんのにどうせなんかや、もう。いや、あるよ、そら。なるで。そう、動物に合わせて、こう、なんか。きついって。きついかな。あ、ハイジ系はあれ何やったっけ、スイス、スイスか。あ、もうスイスはいいと思うよ、むっちゃ。急になんやねん。
スイスはいいですか。スイスはだってヨーデルしてさ、むちゃくちゃ税金高いけど、うん、医療費ゼロみたいな感じなんちゃう。ああ、はいはい、福祉のね、うん、イメージありますよね。そうそう、消費税率スイスじゃん、死ぬほど高いけど、うん、なんかそういう国の仕組みはしっかりなってるかなんかな。はいはいはい、安楽死も OK な病院もあるし。ああ、そうか、ちょっとなんかあの発展してるんですよね。そうそう、そういう福祉とかこう医療とか、うん、もろもろ思想が発展してるから、うんうんうん、割といいね。だから顔立ちは私はちょっとやっぱそのガッていう方に行きたいんですよ今度は。ああ、だから薄味じゃなくて、わかるよ、うん、ガッていう方か金髪で。結局さ、ウクライナとか、はい、あっち系のロシア側、はい、ロシア系とかの人もめちゃくちゃ綺麗じゃない。確かに。スケート、アイススケートの選手とか、プルシェンコとかな、かっこよかったな。かっこいいでしょ。めっちゃ、うん、綺麗やね。あー、だから目の色がまたちょっとこの緑とか、うん、ブルーとかはちょっとかっこいいなって、うん、感じになります。でもな、でも結局な、自分がそうなってみたら黒がクールだなって思ってしまいそうなんだよな。ああ、黒髪かっこいいなみたいな、うん、うん、黒はやっぱかっこいいね、正直。ちょっと他国から見たらこの黒おりすぎてダサいみたいになってるかもしれんけど、うん、黒やね結局。逆に振り切ってアフリカとか、うん、めっちゃあり、めっちゃありやね、めっちゃあり、うん、国立公園の従業員みたいな。なんで仕事まで決められなあかんなんで広い公園で働かなかな私国立公園広いで、陸上選手とか目指して私は。ああ、なるほどね、うん、そういう血が流れてるんであれば、ものすごくその言ったらボディラインがかっこいいじゃないですか、うん、もう日本人では無理だというようなボディライン、うん、足の綺麗さとか、うん、なんか筋肉量とかもな。そう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 、あんなんもいいですよね。どうしよう。でもな、ドイツがやっぱり私はちょっとあのビール、うん、ビールをやっぱこう昼から飲んでもいい国という。でもな、アルチューになってまうかな。アルチューになってまうやろうし、うん、常温のビールいけんの。いや、常温のビールもやっぱドイツ人やからもう慣れてるんですよ、このキンキンで甘やかされてないから、お国柄的に。いやー、美味しいやつは美味しいってきっと言うよな、うん、美味しいビールは常温で飲むみたいな、うん、まあまああれはその日本で言われたらうっさいなってなんだけど、うん、まあ、ドイツで言われたらまあなるほどなっていうか、ジャーマニーで言われたら、ジャーマニーでさ、ソーセージとビールでさ、もうこ次の一生はもう全然働かない、サボれるだけサボってやるぜと言わんばかりに、うん、昼から友達と飲んで、うわ、どっから得た収入やね、うん、分かれへんけどなんか金持ちの家とかに生まれてな、はいはいはい、でもう男、自分が男で、うん、綺麗な女性にちょっとちょっとって、うん、一緒に飲もうよって言ってな、そんなんしたいわ、そんなん来世は。今世はモテへん女性やってんから来世はモテる男性、楽しそう。いいや。いや、私やっぱな、うん、その労働結構しんどいなと思ってるタイプではあんねんけど、うん、やっぱ労働せんことには、はい、そういった楽しみを楽しみきられへんなって思ってまうな。あ、昼から働きたい、働きたくないねんけど、なんか矛盾してんねんけどさ、うん、まあその充実というところに労働も結構入っとるわけやな。そうやね、うん、わかるよ。だからそのあーしんどがないと、うん、昼から飲んだってなんか何してんねやろとか、はいはいはい、うん、そういった気持ちにはなるな。じゃあ、どこがいい？どこがいいんや？ベストは？ベストな。でもやっぱフランスとかイタリアもいいけどな。結局。だから気候が極端じゃないところがまず。ええな。確かにね。でも結構日本って割とや。割と極端な。うん。だからどこでも行けそうな気がする、うん、あと、イギリスはめちゃくちゃ街が綺麗やったって言ってましたね、私の父は旅行に行った中で一番海外の中で綺麗なの、うん、残ってるって、そう、街並みが、まあ言うたら映画の中のようなというか、はいはいはい、もう映画のセットみたいな、みたいなみたいなみたいな、あ、そういうとこすみたいな。お食事全然美味しないらしいで、イギリスって。でもそれはまあ日本人からしたらでしょ、出汁効いてへんなみたいなことでしょ。もうそのイギリスの方も言うらしい、うん、イギリス人もかっこ笑いみたいな感じ、うん、食事はそんなに、食事はそんなにって、食事が軸だろう人間、なんかあんま興味ないらしい。でやねん、フィッシュ&チップスがいっちゃうまいみたいな、あかん、
ほなあかん。言うとったで。ほなあかん。フィッシュ&チップスが一番うまいわけない。わけないもんな。うん。そんなわけないねんから。だからそんなにこう伝統的な料理は少ないんじゃない？イギリス？うん。頼むわ、ほんま。って聞くわよ。あ、そう。うん。美味しいで言ったら、まあ。ああ、まあベトナムとかもな。ああ。でもちょっと車多いか。せやね。バイク多いか。バイク多いし、あの出勤がやっぱ大変なイメージするでしょ。チャリとか多くて。もうちょっとこう羽広げたいよな、やっぱな。うん、大空にな。うん。で、やっぱ、スイスか、じゃあ。いいですか、スイスで。でやっぱ韓国もいいねんで、結局。韓国いいよ。料理がむっちゃ美味しいし、うん、美容。美容もそうやし。うんうん、で、まあ、慣れとるはな、こう日本から近いから、だいぶ、うん、ちょっと。そうやな、文化的にも体が馴染みやすいっていうのは当然あるわな。あとあなたの好きな韓国の男性がやっぱりいっぱいいますから。でもあんなな整ってるのほんま一部らしいな。まあまあそらな、そらも一緒や、日本もな。まあそらそうや、さあ何でもせえね、何でもせえね、あれ奥さんな、今一緒に過ぎた、過ぎたあんな折れへん、そんなのな、めったに折れへんから俳優さんなんて。一握り、一握りが結構でかいな。一握りが結構こんもりやないか。でもまあそうですね。でもやっぱ韓国の男性の顔はやっぱ魅力的な感じしますけども、うん、だからその別に一般の人でもおりそうやけどな、かっこいい、まあまあまあ割となんか多い塩顔系のね、うん、うん、でこう綺麗にしてる人が多いというか、その美容の意識がそもそも国全体で高いという、確かに勉強とかもせなあかんみたいな文化やしな。うん、あでもアメリカかな、やっぱり。結局あなたはローラースケートか、ローラースケート、タンクトップにスパッツで、タンクトップにチューイングをガムしながら。ああ、でもタンクトップにスパッツはもうあなた楽屋でやってんじゃない。なあ、いやいやいや、外でやらせてくれよ。来世からにしてください、お休み。チャンネル登録ってした方がいいもんね。うん、私やったら登録するかな。私もすんのよ。登録してみたらどう？どう？